今回の沖縄県民投票の結果を安倍内閣は尊重するべきだと考える人が全国で6割を超えることが ANN の世論調査で明らかになりました調査はこの週末ご覧の方法で行われました沖縄の県民投票の結果を安倍内閣は尊重するべきだと思うと答えた人は62%に上り 尊重するべきだとは思わないとした人を大きく上回りましたまた辺野古の基地建設工事を進めることで良いと思うと答えた人は29%だったのに対し良いと思わないと答えた人は48%でした一方毎月勤労統計の調査が不正な方法で行われていたことについては 安倍内閣の対応を評価しないと答えた人が73%に上りましたまた安倍内閣の支持率は41.8%とほぼ横ばいでした